すぐ後ろにいますよ。父さん、戻ったわ。まだ希望は残ってる。フリア、何か分かったか。皆を解放する方法はあったのか。ええ、でも目撃した人を連れてきたわ。ここにいるわ。黒幕はやっぱりミラークだって。恐れていた通りだったか。でもどうしてそんなことができるの、今になって。残念ながらまだわからないことが多すぎる。お願い、何があったかストルに話して。今私たちを救える者がいるとしたら、それはあなたよ。いろいろと目にしたようだな。私の魔力は弱まりつつあり、村を取り巻く障壁も同様だ。時間がない。分かったことを聞かせてほしい。本当か？どうやって？その場所は伝説にも登場する。聖堂では凄惨な戦いが行われ、怒ったドラゴンが焼き尽くしたという。竜よりもさらに厄介な何かが中に埋もれていると。想像がつかないが、もし真実なら私の懸念が現実となったということだ。ミラークは完全にはいなくなっておらず、ついに戻ってきたのだ。その場へと行き彼に会えれば、そなたもミラークのようになるのか。やはりドラゴンボーンなのか。ならばつながりがあるかもしれんな。古い言い伝えでは彼もドラゴンボーンとされている。はっきりとはわからない。そなたが我らにとって救いとなるのか、それとも破滅となるのか。だがここでの我らの時間は残り少ない。支配されずに残っている数少ない仲間が身を守れるのもあとわずかだろう。サイリングズ・ウォッチに行き、そこでミラークが遥か昔に学んだ言葉を学び、それを風の岩に使う。あそこに行けば村人に対する呪縛を断ち切り、解放できるかもしれん。何らかの邪悪な力が皆を呪縛し、我を忘れさせて本来の意志とは異なる行動を取らせている。初めは夜の間だけであったが、今や寝る間を惜しんで風の岩の周囲に奇妙な祠のようなものを建てている。祠を破壊すればスコールを呪縛から解放できるはずだ。村での出来事の黒幕はミラークだ。ドラゴンボーンとして彼が得た知識がその根幹にある。同じドラゴンボーンであるそなたなら同じ力を使い、願わくはより良き結果をもたらしてくれるかもしれん。かつては知られていたことも時の流れの中で埋もれてしまっている。彼はドラゴンボーンでありながらドラゴンに仕えたという。彼らを信仰する司祭であり、人望も厚く兄弟であったとか。だがある時彼は竜族に反旗を翻し恐れられた。遥か昔に倒されてはしまったが、完全に滅せられてはいなかったようだ。絶望同士のご加護。
洗脳されちゃった。私がついてますよ。力が弱まりつつある。時間がもうないぞ。死んだ。俺を残して。あれだけの宝が。どこに喋った？なくなった。信じられん。あれだけの宝が。戻って取りに行かないと。奴らだよ。フロッセルのクズどもに襲われたんだ。我々のお宝もと前言撤回。私のお宝も盗まれてしまった。絶対に取り返してやる。おっと、これは驚きだ。ああ。ねえ。ああ。そっちに勝ち目はないわよ。それだけか。もうやめてくれ。降参する。
あら、ほら危ないじゃない。Ha!
スマが光ってる。怠惰だった我々の手は今彼の言葉を伝えることが世界は聞くことになる。世界は見ることになる。世界の終わりが来るということ。一緒にここは彼の祠。ここにいるわ。